韓国外交部が、日韓慰安婦合意は違憲性判断の対象ではないという韓国憲法裁判所の却下決定に関連し、憲法裁判所の決定を尊重するとの立場を示した。外交部は27日、政府は元慰安婦らの名誉尊厳回復や心の傷治癒のために可能な限り、努力をし続けると述べた。 憲法裁判所は同日、元慰安婦に19人と遺族1 2人が、日韓慰安婦合意が違憲であることを確認してほしいとして起こした憲法訴訟に対して、全員一致で却下を決定した。